障害のある人が思い出に残るご飯をテーマに描いたアート作品が福岡市で展示されています。くばら本家グループなどが主催するくばらだんだんアートは、障害がありながらもアートの才能を持つ人の可能性を広げ、社会参加のきっかけ作りを目的としていて、今年で11回目を迎えます。今日は全国から応募された830作品から大賞に選ばれた5作品と特別賞が表彰されました。今年のテーマは心ほかほか私の思い出ご飯です。幸せそうな表情をしたこちら、小さい頃に食べたという母親お手製のワンタンスープを描きました。大賞作品は4月から西鉄バスのラッピングやくばら本家グループの段ボール箱のデザインに使われる予定です。またすべての応募作品は福岡県立美術館で26日まで展示されています。